はい、こんにちは、水くんです。今日はですね、鉄道駅に行きたいと思いまして、今どこにいるかというとね、これ大きいですね、名古屋です。はい、で私ね、名古屋からまあね、あの津の方に帰らないといけないんですけど、ちょっとねその前にね、駅をちょっと寄ってみようかなと思います。で、行く駅がですね、名古屋の隣の駅、近鉄のね、近鉄名古屋の隣の駅、米野という駅にねちょっと行ってみたいと思います。まあずっとね、津から名古屋まで乗ってて、なんか米野の駅いっぱいなんか車両止まってて面白そうだなっていうイメージがあったんで、ちょっと一回行ってみたいなと思って行ってみようと思います。はい、それではよろしくお願いします。米野の駅行ってみましょう。すぐ着くんですけどね、お願いします。とりあえず近鉄乗ります。さあ普通乗り場行きますよ。普通しか止まらないんで。さあやってきました。これが津新町行きの普通ですね。13時31分発になります。これは折り返し運転ですね。まあ、あの普通急行とか結構ね折り返し運転なんで、基本は特急だけはね折り返し運転たまにあるんですけど、これがまた面白いことにちょっといろいろありまして、そんな感じでね、まあ、とりあえずね、名古屋の隣の駅、米野の駅に行きたいと思います。優先座席がありますね、前に。さあ出発です。まあ米野の駅すぐ着くので、ちょっとほぼノーカットで行きたいと思います。これトンネルがまた幻想的なトンネルでね、ここのトンネルの中にこう切り替えみたいなポイントがあってね、まあ、一番端っこからでもね、こうぐーっとこう来てここに入ってくるわけですから。さあ地上から、地下から出ます。地上へ、さあ出てきます。出たらね、こういうね都会、大都会の風景が一望できます。おろ、右側に火の鳥と、あれは近鉄特急かな、エースかな、近鉄特急が止まってますね。さあ上、笹島ライン前の高架ですね。お、前から近鉄特急のエースが。さあ米野の駅到着です。ここはね、すぐ着くでしょう。歩いてでも行けると思うんですけど、そんな感じでね、米野の駅ドアが開いて到着です。これね、降りた瞬間線路がいっぱいありますね。これ JR の線路ですね、こっちは。ということでお見送りします。こんな感じで米野の駅到着です。さあありがとうございました。さあ米野の駅になります。米野の駅です。以前あの笹島ライブのね、あそこから都市鉄を紹介しましたけど、今回下降りてきました。はい、という感じですね。
さあ鳥羽行き特急って書いてあるんですけど、JR 東海の車両基地なんですけど、分断されてますからね。火の鳥も止まってますね。でその横がこれ車両を洗う洗車機みたいな感じのやつですね。さあこっちに渡ってまいりましたけど、名古屋からね、一旦引いた鉄道がここに対比してくるんですね。鳥羽行き特急、鳥羽行き特急なんで、後で名古屋でね、何分発なんだろうあれですけど、まあこういう形になっております。すごいですよね、本当コメノの駅。でその隣は小金の駅になってますね。でこっちは近鉄名古屋ですね。
名古屋方向の、まあ普通1時間に3本ですね、平均。朝とか多いんですけどね、まあそういう駅になっております。まあ1時間に3本ですね。ああ、さっき火の鳥いたのにいなくなってますね。現れてる。さっき火の鳥いたのにいなくなってるってことは2時のあれですね、名古屋行き、大阪難波行きと火の鳥ですね。海藻のアーバンライナー、多分あれはハッタで退避すると思うんですけど、ハッタの行きで退避すると思うんですけど、アーバンライナーの海藻ですね。不具合のため使用禁止って書いてある。何でしょうかこれ、何が不具合なんでしょうか。あ、背もたれが、ん、何なんだろう。どっかバキっていっちゃってるのかな。まあでもだいぶ結構老朽化してますので、見た感じ。まあそんなところですね。さあ火の鳥だけ見送りましょうか。でね、こんな感じで撮れます。まあでもね、本当ね、これだから名古屋で特急が名古屋まで行って、名古屋から退避するのにね、この 3番線っていうのを使うんですよね。はい、これがね結構貴重でして、ここに特急が止まるということで。火の鳥はねここ止まるんやったかな。アーバンライナーはね近鉄八田の駅なんですよ。火の鳥もそっちだったような気がするんですけどね、それで折り返してみたいな感じはなるんですけど、そんな、米野の駅です。結構ね名古屋の手前ということで、すごい気になったんですけど、そういうところがあります。はい、ということでね、構内出てみましょう。行きますか。よいしょ。じゃあ出ましょう。さあ、料金表です。まあ、名古屋のね、隣、名古屋まで160円です。ぐーっと行ってね、四日市まで640円、2まで1020円、バーッと飛ばして大阪難波まで2410円ですね。
通れるの、通ってもいいのこれ。この先は関係者以外立ち入り禁止なんですね。なるほど、すごいところやねこれ。すげえところがあるもんだ。コメノの駅はすぐそこなんですけどね。そうそう、あそこでね列車を洗うんですよね。すげえなこれ。さあちょっと歩いてみましょう。今日はでもなんか近鉄グループの健康診断みたいですね。はい、健康診断会場がいろいろありますね。近鉄エンジニアリングカーブ、プレハブ小屋ですかね。車両を洗うところになってますね。すごいね、 JR 東海土木技術センターっていうのもあるね。はあ、富吉検査場米野車庫ですね。この先は行けないんですかね。ここにね1万2000系が止まってるんですよね。はい、ということでね、1万2000系もまあちょっとフェンス越しでしたけど見ました。せっかくなんでね、あそこ行ってみましょうか。あの高台、今ねあの米野の駅に火の鳥が止まってるんで、多分それがねここ入っていくと思うんですよね。であそこから多分一番見やすいと思うので、ちょっと急いでね行って見てみたいと思います。しかし今日は暑いですね、本当暑い。天気は10月やのにね、いい天気。さあせっかくなんでね、コメノの駅からね笹島ライブって、まあ歩いて行けるんですよね。ほんとすぐ、そこにあるんですけど笹島ライブがね。はい、ということで笹島ライブ駅から青波線乗って名古屋に戻りましょう。はい、すごいですもんねこっからの鳥映えも。まあ、中入りましょう。名古屋まで乗っていきます。15分間隔で運転してますね。35分、ほい、
さあこれね手前の近鉄特急なんですけど、さっきね、乗った時にすれ違った近鉄特急、これがね米野の3番線に入りますね。はい、こんな感じでね3番線入っていくんですよね。結構ね笹島ライブからも撮り鉄すごいいいですよね。あ、かわいい2両編成ポツンと富吉行きですね。あれさあ JR も走ってますよ、関西本線。景色、天気が良かったらやっぱりいいですよね。こう綺麗ですよね、都会に向かっていく2両編成。さあ近鉄特急火の鳥と並んでおります。ん、何か動きましたね。動きありですね。名古屋に行くんでしょうか。これ途中で止まっちゃうんですよね。さあ火の鳥ポツンといます。新幹線も見えますよ。新幹線は大きいし、やっぱり16両編成。さあさっきのね4両編成の近鉄特急動き始めました。これ米野の駅から、これが現れるのかな。ちょっと見どころポイント、見どころをちょっと見逃したみたいな感じでね、これが洗車機の方に向かっていくんですよ。現れるんでしょうかね。またちょっと洗ってるシーンとか撮りたいんでね、また行こうとは思うんですけど、ここでね、こう現れるんですよね。洗車にかけられます。さあそうしてるうちにアーバンライナーがうんと行っちゃいましたね。いいですねこの光景が、非常にいいです。青波線待ってる最中にねこんだけ電車が来るんですか。ららららららら、 JR これも2両編成ですね。さあこうやってね次々にねやっぱり来るんでねいいですよね。さあ青波線やっときました。これに乗っていき名古屋へ目指します。一番先頭車両乗りますよ。全面展望取りたいんで行きます。さあ乗りました。いざ出発です。まずアナウンスをお聞きください。青波線をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく名古屋終点です。地下鉄東山線、桜通り線、全線、全線、近鉄線は満載です。お忘れ物のないよう注意ください。 Thank you for using Aonami Line. We will soon arrive at Nagoya Terminal AN1. Please transfer here for the 東山 and 桜通り subway lines.本线您乘坐青波线电车，终点站名古屋快要到了。换乘地铁东山线、硬通线、接二线、名古屋线、静冈线乘客，请在本站换乘。アナウンスだけで名古屋着いちゃいましたね。これ、名古屋駅になります。青波線の名古屋駅で、左側は東海道新幹線の名古屋駅になります。で右側にね在来線の名古屋駅もあるんですけど、
ちょっとここからじゃ見れないですね、外出て確認しましょうということで、名古屋駅なんですけど、これ在来線の名古屋駅ですね。やっぱり大きいですね。この先が多分 JR とつながってるんですね。さあ、青波線の改札出るんですけどね、やっぱり JR と乗り換え改札もあって、ダイレクトにね JR の駅のホームに行くことも可能です。まあ、僕はね、近鉄乗るんで、これ普通に改札は出たんですけど、こんな感じで近鉄のホームにもう一回入ります。2回目今日近鉄の乗り換え。さあ、さっき米野の駅にの3番線に止まってた特急ですね、これに乗って伊勢中川の駅まで帰ります。私、鳥羽行きですもんね。また会いましたね。すごい奇遇なんですよねこれ、狙って乗ったわけじゃないんで。ということで、さっきね、米野の駅に3番線に止まっていた近鉄特急鳥羽行きの特急に乗って伊勢中川の駅まで帰ります。さあ、地上出てきました。さっきね、この辺は歩いたんですけど、やっぱり名古屋は都会ですよね。ほんとこれを見たらやっぱり大都会ですね。さあ、笹島ライブ、ここから撮り鉄さっきしてました。上の高架を渡ったら米野の駅です。まあ、米野の駅結構ねやっぱり面白いと思うのでね、一度お越しいただいたらいいかなと思います。 JR のこれ結構ねメンテナンス車両も止まってます。さあ、もう伊勢中川の手前まで来てます。短絡線ですね。短絡線アーバンライナー通ってますね。そしてこれちょっと見にくいんですけど、大阪線ビュッとね走ってますね。4両編成。さあ、ということで伊勢中川の駅到着です。まもなく止まるんですけどね。いやー、いい旅でした。結構ああやってね、普通しか止まらない駅にね特急がねピタッと対比してするのとかね、やっぱり結構面白いところだと思いますので、一度お越しください。ということで伊勢中川の駅到着しました。はい、ということでいかがだったでしょうか。米野の駅ね、ほんとねすごいところですよね。結構ね、いろいろ見れるんでおすすめですね。はい、でやっぱりね、あの1番線、2番線、3番線ですよね。3番線結構ね停車する特急がねピタッと止まるんでね、結構これも見どころだと思います。はい、ということでね、まあ名古屋のね次の駅なんで結構アクセスしやすいですし、まあちょっと時間かかるけど歩いてでも行ける距離なんで、もしよかったらね行ってみてください。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。それでは失礼します。ふう、伊勢中川の駅戻ってまいりました。お疲れ様でした。